すごい、すごい、綺麗な虹色になりました。まあ、本屋さんで本屋さんを出ていくシーンがあるんですけど、まあ、そこでこう本屋さんを出ていくときに、まあ、本屋さんって静かな場所なんですけど、こうで多分学生の、ね、男女がこうちょっとこう、まあね、好き同士なのかな、イチャイチャしながら本を選んでるんですね、参考書かなと。余ってる未来について話してる。そうなんですね。でそれをこう通りすがりにこうなんかこうちょっとやっぱそういうのってこう気に勘に触るじゃないですか。でそれをこうマリカこうみたいなこうって言ってこうなんかうるさいよっていうのをやるシーンがあるんですけど、すごいわかるなと思ってそういうスパイスがすごい面白くてですね、僕実はそこはちょっとのシーンなんですけどお気に入りで、屋上で結構みんなカップ麺を食べるシーンで、圭一がみんな汁物だったりとかなんですけど、圭一が焼きそばの、そうだね、そう、圭一が湯切りした後にその蓋についた内側の火薬をひたすらパッ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 やってずっと叩いてグを落とすっていうのをリハで監督とこう決めてて、はいはい、もうそれその芝居中にそのこっちからパッ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 ペチ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 ずっと聞こえてて、それが面白すぎて、あとね、あれ開けたらマヨネーズ2つ入っててマヨネーズ入れたまんま、そうマヨネーズ入れたまんま置いてるじゃないですか。違う違う、マヨネーズ2つ入ってたってこと。そうで、それで多分俺普通に言ったんだよね、マヨネーズ入ってるみたいな。だけどみんな普通に、まあ、スルーしてやってたけど、あ、ミスったみたいな感じのその芝居で、マヨネーズ2つ入ってるよみたいな感じで、監督から言うに卒業証書渡していただいてもいいでしょうか、今日まで頑張ってきたということで。卒業証書、卒業証書、卒業したくない、したくないね。いや、まだね、卒業させないでくださいよ。すいません、監督のところに留年したい、留年したいね、水川組に留年したいです。あ、卒業証書、佐野レオとあなたは本日映画虹色デイズ最後の舞台挨拶を終え、本作より卒業することを称します。平成30年7月16日、映画虹色デイズ監督、飯塚健。お疲れ様でした、ありがとうございました。中川さん、行きましょうか。はい、卒業証書、中川嬉しいと思う、以下の分。あ、でもカッコ借りだから、ありがとうございます。ね、よかった。卒業証書、高杉真宙殿、以下同文、おめでとう。ありがとうございます。近いですね。卒業証書、横浜流星殿、以下同文、おめでとうございます。よろしくお願いします。卒業証書渡していただきましたけれども、嬉しいですね。皆さん、ちょっと気づいて、しまいましたかね。卒業証書って書いてあるんですが、卒業の後ろに何て書いてあります？卒業証書カッコ仮です。カッコ仮と書いてあります。まだまだ皆さんには卒業させません。ありがとうございます。何かと言いますと、まあ、この映画もヒットしております。まあ、たくさんの方に、これから夏休みです、たくさんの方に見に来ていただいて思っております。さらに皆さんにはまだ伝えておりませんでしたが、この虹色デイズ台湾と韓国でも公開決定いたしました。やった、おお、やった、初めて聞いた。すごい、すごいですね。そうね、アジアへでもさらに虹がかかっていくということで、うわー、すげー、もう一肌二肌抜いてもらおうと思って。台湾と韓国、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。